2020年東京オリンピックの柔道競技は国際柔道連盟が管轄し、2020年東京オリンピックにて実施されたオリンピックの柔道競技。会場は日本武道館。男女個人戦は体重別で各7種目が実施され、新種目として男女混合団体戦も実施された。出場資格を得た選手ワイルドカードには追加で、 招待されたサウジアラビアの女性選手を含む、上記の通り393名が出場資格を得たが、5名が棄権したため388名が競技に出場した。試合時間は4分間であるが、4分経過時点でスコアに差がついていない場合は、ゴールデンスコア方式の時間無制限の延長戦で決着させる。 個人戦は階級ごとに22から36名の選手が出場し、トーナメント方式で行われる。世界ランキングで上位8名は準々決勝まで、上位4名は準決勝まで対戦しないようにシードされる。準々決勝と準決勝の敗者は敗者復活戦に出場し、銅メダルを争う。新種目の男女混合団体戦は、 男女3名ずつ、計6試合を行い4勝したチームが勝者となる。3勝3敗で並んだ場合は、抽選により選ばれた階級の選手が、再び対戦勝者を決定する。難民選手団を含め12チームがエントリーしたため、チームランキング上位4チームは準々決勝にシードされる。個人戦と同様の敗者復活戦を実施し、2チームが銅メダルを獲得する。 2020年12月に CAS の裁定により組織的なドーピング問題を抱えていたロシア選手団は主要な国際競技大会から2年間除外されることが決定した。そのため今大会のロシア選手はロシア代表の代わりにロシアオリンピック委員会名義での出場となった。これにより国旗と国歌も使用できない。 ABCDEFGHIJKLM 選手、登録されているだけで、実際の試合には1試合も出場していない選手、ありがとうございます。